起きてない。こんにちは。こんにちは。はい、第2弾開始ですね。はい、今日心拍のですね、人シャリ作りを教えていただこうということで、はい、素材をですね、たくさん、こちら新藤さんチームですね、はい、はい、これは私の方が持ってきたやつで、はい、その中から一つずつ選んで、いただきまして、うん、まずはじゃあこちらの新藤さんのやつですかね。これ前に友達のやつで作ってたやつ、はい、大野さんのところで購入して、で前回針金掛けをやったというやつですね、はい、自分で結構がっつり曲げて、でもまだ甘かったので、さらにはい、かぐみょうさんに見てもらって、それで追い込んだんだね、はい、あと植え替えもやったので、同じ時期ではないんですけど、ほぼ同時期に植え替えもやったので、結構がれてしまいました。はい、でそれをここからどう作り変えるか、うんうん、一応枯れた毛を落とさないで陣に作りたいと思ってます。なるほど。そんでこの山木みたいな木だから、うんうん、枯れて良かったんじゃねえかなと思うよ、うん、あそうですね、良かった、良かった、はい、まあ、わざと枯らしたんだもんね。あ、そうか、わざとこれを先読んでたんだ。はい、そうです。ほんで結局こういう枯れ枝を削って皮を剥いちゃって肌を出すと、そんでこういうあれは針金かけてこの上にかぶつか周りに寄せるかっていう、うん、感じで作りたいと思います。昼間さんの方の気持ちを。あ、じゃあそうですね、うん、私の方は、うん、だいぶ枝を落としちゃったんですけど、ここに枝があった。あったんですね。 そうですね、そこにいっぱい考えがね、はい、いっぱいありますけども、でこれがシャリをやるのにいいんじゃないかと、うんうん、いうことで、まあ、選ばれたものですね。はい、その2本を2本をですね、してもらいます。はい、はい、じゃあなんかいつも面白いことネタがあるんですね、この木は、うん、なんですかこれ、ね、火事場から拾ってきた、火事場から拾ってきたそういうカビヤさんのネタなんですけど、いつもは彫刻刀でなさってるんですか。銀はもうこういう枝はでこのカッター、うんうん、皮を剥かないで指の皮を剥く時もあるし、シャリが出ちゃったのもね。ルーターとか使いますか。使うよ。そんで、うんうん、ほらここだと隣の部屋とくっついてるから、はい、あんまり機械の音もうるさいの、はい、うるさいと苦情も来る。あ、そうですね、うん、ルーターがある方はルーターを使っててもいいよ。そうですね、早く作業できるというですね、うん、ですから山木のようなシャリを小宮さん作られるんで、まあ、それが見どころ。そうですね、はい、画像ありますよね。やっぱあれなかなかやってる人見ないですね。ないですよね。まあ、そうないですね。ああいう枝をこう上にからこうかぶせて、これは枯れてる枝だから結構剥くのが剥くの大変ですね。大変ですね、うん、6月ぐらい7月とかやったら生きてる枝なら、うん、枯れ込んできたなと思った時点でここに剥けばもっと、うん、剥きやすい、はい、それかもっとカラッカラに乾かしちゃって、うん、あれって水を少し水分をつけながら剥きやすい。ああ、そういうやり方もあるんですね。うん、新藤さんが剥いといてくれればよかったんですね。はい、そういうことだね。昼間さんが黒松も心拍も畳み込み、うん、毎回出てるようなんてさしつこいぐらいにやりましたからね。あれ癖になっちゃうんだよね。癖になっちゃうだからもう病気だっていう話をずっとしたんですよ。やらずにいられなくなって、うんうん、そうなの、手が震えちゃうっていう禁断症状です。かなり時間かかんないから、うん、そうですね、ネタやるの枯れてる、うん、野生でここに削っちゃうの、はいはいはい、そうするとバリなんかがほら綺麗になるからさ、はいはい、このままの状態でいつまでもカッターであれしてると時間ばっかりしかかっちゃってさ、うん、あれだからもう仕上げはもうこれでこういう風に持っていくと意外と綺麗に上がるからさ、うん、早いし、うんうん、カッターで剥くときは大雑把で噛まないんでね、ここも困るんですね、安いんで、うん、これは枯れた枝だからですか。そうだね、うん、じゃあ続きは私がこの作業は、はいはいはい、ということでこちらの木に、はい、2つ目の木に移動です。シャリを作って、はい、陣を作って、うん、最終的に針金かけられる時間があれば、うん、針金かけて、はい、まとめていきたいっていう。方法的には
こっち正面は絡む。正面はこっちだよね。で今この枝なくしたじゃないですか。これね落とした。葉っぱ落として、うん。ってことはこっちが下がってくる。そうだよね。これを頭にこの辺を頭に使いたいからさ。はい、そしたらこの裏枝とあの右枝を。うん。これはまたあれですか、陣に、うん、これはほら長いんですか、うん、胸陣って言ってさ、何陣ですか、胸陣、うん、胸に刺すっていう、うん、はい、意味で、はい、こういう陣は作りたくないんでね、これはまともにこっち行ってないから若干こういう流れる、うん、あれだからさ、はい、この先がどっち行くかですね、こうぐるっと回るのか横に行くのか、うん、それかもうこのまんまずっとこういうふうにまでして下も向くとか、はいはい、今さの理想なところに螺旋に入れたいっていう、なんとなく行きますかね、行くかどうかですね、これが下行ってればっていうのはありますし、まあ、そこはもう逆にお任せ、私中っていうよりは小梅さんがどう作られるかを、だからそれやるとやっぱりほら、一気にやっちゃう、うん、できないじゃない、そうですね、うん、でただストレートにシャリを入れる場合なら、はいはい、今でもできるよ、はい、っていうことですね、うんうん、今日はもうお任せで、宮三流ですから今日は、これはほら水水になってるからさ、はいはい、これはもう切りたくないよね、はいはい、だからこの辺から真ん中の水水を残して、うん、その上を削ってるってことですね、これ下にもともとシャリがあるんですか、いや ここにね、今あったのここだけなんですよね、うん、そこにあったのを、そこからつなげてる感じでやってる感じです、そうそうそう、うん、そこの延長っていうイメージですよね、こっからずっとこっちへ下ろして向こうへ持っていく、うんうん、はい、それでこの時にこの雨側があるじゃない、はい、向いたあのところに、はいはい、これをきれいに手にしちゃうと、はい、この雨側が膨らんで、なんていうのかな、膨らみが 両サイドから出て、自然の味が出るんですね、あ、残した方がいいですか、いいの、うん、それでこの場合は削り込んでるから、はい、トップジン、はい、トップジンというやつを、俺はこの容器を使ってたの、トップジンをこの中に入れて小分けにして、先が細くなってるから、塗りやすいんでね、膨らむんでね、膨らみますね、うん、って言います、膨らむから早くここのところは固まる、はいうんはい、一応こういうふうに剥いた時は個人で剥いたところだけこの際をね、はいはい、これはほらもう完全にあれしてさ、はい、こういうところは膨らみかかってるような感じじゃない、はいはい、そうですね、うん、これがもう多分こっちの方も雨が取っちゃったと思うんでね、はい、剥いた時に取れちゃったと思うんで、はいはい、その雨がを残していけばここのところはこの シャリのところに少し乗るっていう感じ、はいはいはい、これなんかほらこんだけ残ってるわけ、こういうふうに残した方が、はい、自然味が出てくるんだね、はいはい、俺なんかもよくやるのがこのシャリと水水の際を深く削るんですよね、うんうん、深く削って、うん、でそこをだから鏡さん言われるこう肉が巻いてくると、うん、こうなるんですね、そうそうそう、うん、水をほっといてそこにこう埋まってくる感じで、うんうんうん、でも甘皮を残すんですよね、結局日村さんが言ってることはここのところをほらそこの深くここに削るっていうじゃない、そうすると削ったこの奥の方は雨川が残ってるから、はい、それが上がってくると、はいはい、トップ陣をつけるとさピンとその上がりが早く、うんうん、作用するから、はい、こういう時はトップ陣使った方が、うん、で臓器なんかほら枝を落とすじゃない、そうするとトップ陣使うとカゴになっちゃうんだよね、はい、そうなんですよ、肉巻きが良くすぎるって言うんですよね、うん、そうなんです、だからその時はトップ陣使わない方がいいと思う、はい、そうですね、昔の、はい、苔の盾みたいなやつを上げてした方が、そうですね、うん、川崎先生も言ってますね、そうそうトップ陣やると臓器なんかだと肉巻き良すぎちゃってカゴになっちゃう、こんな感じなんですね、心拍はでもあれですよ、カットパスタつける時もありますよ、切り口にシャリの大きいシャリの顔見たときに、ただ今の話ですとやっぱりトップ陣の肉巻きがいいからこんもりできる、だからそっちの方がむしろいいって、まあそうですね、心拍の場合はね、はい、水水に剃るのが一番いいんだけど、もうあとこの成り行きだよね、まあみんなどうやってるか知らないけど水水を
読みながらさ、あれするのが一番いいと思うんだけど、はい、俺はそういう読みがあんまりうまくないから。好みに作りたいね、やっぱり。そこはさっき削って、今まで削ってたところとの関係は別に関係なく、うん、ここに欲しいということで、今突然こうね、枝に入ってった。表面だからさ。ああ、ということですね、うん。ここに欲しいなっていうことでもう。あったらいいなっていう。そうだよね。だから、成り行きだよね、これも。別の水水をやるわけじゃないですか。だから、うん、枝が枯れる可能性とかの心配とか注意するところとかあるんですか？はないよね。もうすでにもうこれの方は水あげてあげられるんだからさ、こっから今ほらこっちへ持ってきたじゃない。でもこれに対してのあれは水水は下からこうに来てるからさ、うん、これなんかも適応しないと、うん、だから上からやるとか例えばあるのかな、うん、あ別にそれはないよね、結構大丈夫だと思う。必ずしも下の方からずっとつなげていくっていうよりはここに欲しいっていうところに、うん、なってですか、ね、別にそこぐらいだったら枯れないよって。枯れない、うんうん、今のは下からつながってる。そう、この裏からさ、はいはい、裏からこっちへずっと来てる。そこにつながってるんですね。枝につながってるんですね。そこはさっきまで生きてた枝ですから多少生きやすいかどうか、うん、前回の動画から我々の周りにラジペンを持ってる人が増えた。急にプライヤーのみんなプライヤーのみんなも来始めてね。今幹の元々あった車輪 の下側の部分ですね。これこの白いやつ、うん、これは甘皮と言われてるんですね。これが乾いてくると膨らみが出てくるから、うん、こういうところはいくらあれしても、うん、もうこのまんまだから、うん、そうですね、こういうところは ね、 そうですね。ここはもう一応やったらこれ以上はやらない。うん、もう、ね、うん、まあ、もうそうしないとさ、うん、この水水もほら見えなくなっちゃうからさ、はい、そうですね、うん、まあ、だから初めに多めに車輪の面積をさ、広げてあげればそれで一回で終わっちゃうからさ、はい、そうだけどここは板引きになる可能性あるんですか？うん、できないこともないけど、こっちの方のあれが水性が どこまであるかさ、はいはい、まあ、こんだけあるから大丈夫は大丈夫だよね、はい、あえて薄くなって薄くしてるんだ、うん、薄く、うん、板シャリみたいにそうそうそうするために、うん、場所が変わりました。はい、和室になりました。和室になりました。午後の開催です。はい。はい、座布団。みんなニンニク臭いです。あの人。はい。まあ、ここまで。もうだいぶ終わってきてる、はい、うん。枯れた枝を生かして、うん、全部皮を取ってですね。はい。はい、ここが食べやすいでしたね。うんうん。昆布だったのが、ああそうですね、ちょっと傷みっぽく、はいはいはい、うん、すごいですね。ここはもともとあったんですね。そこも丸い出っ張りだったのが、シャリはこれぐらいですか？これでずっとつながってるんですね。あ、ここは、うん、ここはまた別なんだ、うん、はい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 、これはここで止まってて内側のがここにつながってる、ほんでこの枝は裏からの、ああそうですね、うん、そう、これはもうこっち足から水水、はい、水あげてるわけ。そうですね。ここはくっついてるんですかね、水水残したんですか？そうそう、ここのとこね、あ、危ないからさ、一応あ残しておいて、うん、で保険を取っといて単独で保険を取って削ったと、まあ、これで大体シャリ付けは終わって、はい、そんであとこっち枝に針金かけてっていうことでさ、うん、まあこんなにほら頭いらないからさ、そうですね、うん、一番いいところを取っておいてあげて、はい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 、ほんでとか1本ぐらいは保険に、そうですね、うん、保険で取っておかないと、そうですね、うん、冬枝の剪定ですね。これもう基本通りですかね。そうだね、枝分かれと枝分かれを切りにして、うん、
あんまりほら今まであれした時葉を先端だけしか残しておかなかったんだ、ちょっと水揚げが弱くなっちゃうんだね、どうしても、そうすると枯れ込みやすいからさ、少し見にくいけど少し多めに残すような感じでさ、あれした方がいいかなと思って、抜くだけ抜いた、抜くだけ抜いたそうです。抜けるとか抜きましたかもうこの辺でかっこいいですよね。もう少しこういうところをヤスリかけてさ、綺麗にする。はい。まだ早かったみたいです。まあ、これを剥が終わった。うん。すっきりした感じですよね。うん。で、ここから針金かけ。これから針金かけ。また場所が。できてんの？できてんすか？似合うよ。似合うよ。優しい。似合う。場所変わりました。シントさん驚いてます。ね、私のダンスに。ダンスにね、あんなにできるのかと。できるのか。諸事情によりまた場所が変わりました。また変わりました。はい、ということで作業は続いております。すごいですね。贅沢な。三部屋。ここ一番光が安定してますね。うん、明るいね。終盤ですね。またあそこ照明当たるといいんですけど舞台。そうですね。勝手にいじるなって書いてあったんで。なんかやりたいなら撮りますよ、舞台で。あ、僕なんかやりたい。最後はあんなね、舞台で踊りを踊りの締めだね。で、手つないでこう、なんか合唱フィナーレみたいな。フィナーレみたいな最後ですよフィナーレを。なんか売れた感じしますね。そうついにこう、そのところで。最終目的は武道館ですからね。武道館。そうです。4万人を前に。畳み込みを。見えない。針金かけが終わりました。終わりましたですね。で、正面を改めてっていう中で、あ、こっち正面、いや、見えなくもないんですけど、うんうん、でも、せっかくこれがね、まあ、基本的にはこっちが 前でしょう。そうですね、うん、こっちですよね、うん、ちょうどそのね、水水と板引きのいいところがね、見えますからね、はい、はい、頭で、あ、正面で、はい、じゃあいよいよ畳み込みを、はい、畳み込みなんですか、はい、6月の畳ぐらいですかね。畳み込みだったんで、幹の幹曲げみたいなやつがメインだったんですけど、うん、今回は枝だね、静止みたいな違う籠宮さんが見れるんじゃないか。もう間延びしてるからさ、このまま重ねるわけにいかないじゃない。だから若干ここに蛇行をつけながらあれするんだけど、でも今度もまだ長いんでね、もっと、うん、追い込みたいんだ。もうこの辺からさ、葉が出るような感じの方がいいんだけど、はい、そこまでやっちゃうと多分枯れちゃうんじゃないかなと思うんだよな。まあ、あえてでも取りましたもんね、この辺の綺麗にスッキリとさせたわけですもんね、うんうん、まあ、とりあえずこのまま伸ばした状態にしとく、それとも思い切って畳んじゃう、うん、畳んじゃうと多分今の時期まずい、そうですね、うん、まずいと思うんだよね、はいはい、うん、そんであとはもう少し水あげるのが収まった時点で、はいはい、今さが自分でさ、はい、ちょっと追い込んでもらえるな。そうですね、今こう広がってるんで、こう重ねていくようになると思います。うん、そうだよね、ほんで最終的にはさ、はい、この5本あるけど、頭を決めたらさ、はい、あと 1,2 本ぐらい抜いても平気じゃないかなと思うんで、完成ですね、うん、こんな感じっていう感じ。まあ結局完成よりちょっと 横に広がっちゃってる、はいはい、感じで、もう少し時期的に針金が強くかけられる時期が来ると、もう少し昼間さんが畳み込むっていう第2弾を、うん、ですね。
ね、半分ぐらいギュッと吸収してもいけますよね、うんうん、やっぱりいつも言われるようにこの全体がこう葉が、うんうん、ね、くまなくあるような感じで、以上ですか？まだやってる、私まだやってるんですよ、まだやってるんで、以上ですか、なんか以上ですかって、ありがとうございました。閉めちゃった違うか、もう1段階、もう1段階、もう1段階から 2,、ね、2段階ぐらいは、はいはい、追い込むって言ったね。イメージ的にはもうなんか多分半分ですね、多分これだったこの半分、うん、あ、間延びした枝をやって、うん、ギュッて縮めていくんだけど、そうです、ね、ちゃんと枝配置されてるのがやっぱりね、うん、すごいですよね。あとこの、元もみんな曲げていただいたんで、はいはい、多分先端はまだね少し伸びてますけど、うん、曲げやすいですよ。元がみんな曲がってるんで、ここら辺なんかもね、曲がってますよね。こちらの木は完成と。じゃあ終わりましょう。ちょっと待ってください。ありがとうございました、今日は。どうもありがとうございました。今日は帰りましょうか。ホールの時間もあるんで。意地悪だ。いや。ありがとうございます。ありがとうございます。針金を、はい、君子さんがかけてくれました。いただきました。師匠に。このシャリがさ、左流れになってるんです、はい、だから、あのついてる枝もこれに沿って流してあげる。そうすると、岩場なんかにへばりついてるような、うん、あのイメージが出てくると思う。はい、ちょっと細かったな、はい、この枝は結構大事ですね、うん、一番元気いいからさ、これをもう頭に使うように、そうなんですね、うん、右に流れる木なのかなって、うん、そう、うん、一気におやきみたいになりましたね、そっちだそっちだ、んでこれほら今曲げたけど弓並みにさ、はいはい、このまんまであれしちゃうと全然味がないから、はい、そしたらこの先だけちょっと表に出してあげる、はい、ここに振ってあげる、はい、うん、そうするとここのところにまたボリュームが出てくるからさ、これだとほらおお左流れでさ、おお魔法のようだ、この前冬の時から、はい、枯らしたくさん枯れてしまったので、うん、どうしようと思ってたんですけど、枯れた枝が逆に、うん、生きるんだよな、はい、そんでこれでまたもう完全にほらあれしてるから、うん、枝は枯れちゃって水分も飛んでるからさ、うん、今ですぐ養護剤塗ってあげて、はい、うん、そんでこのジンが白っぽくなるとまたこの青に生えるんだよね、うんうん、はい、枝の振り方がちゃんと流れはっきりさせて、うん、頭の取り方の勉強になりました、ね、ここがこっちに伸びてた枝を回、うん、して頭にしたっていう、あとここもね、はい、うん、がさ、左流れになってるからさ、はい、っていうのはもう向こうから強風が吹いてきてみんな枝とか、うん、あれが左の方に向いてるようにつけてやらないと、うん、あっち向きこっち向きじゃさ、はい、やりましたね、本当にね、うん、これ葉っぱがあとね元気だったら見れる、すごい見える木ですよね、この白い部分と茶色と緑の部分がね、この3つのコントラストがすごいいいですね、うん、どうですか、いやちょっと今回持ってくるのを躊躇してたんですけど、なんかこのために枯らしたんかなと思って、ね、まあね、はい、結構ほら、やっぱし厳しく曲げたところがね枯れたんですけど、それが陣にした時にすごくいい模様になって、うん、針金かけなくても、このなんかすごいですもんね、この曲がりなんて、うんうん、もう自然の味が出てんじゃん、そうですね、ね、最初おっしゃってた意味が分かりました、3本ぐらい残しとけばいいって、うん、こんなに枝あるのにもったいないと思ったんですけど、なるほど、これすごい足元もね、なんか広いのが余計足元がいいかな、うん、いいですよね、うん、これすごい、もうこんであれだよ、あのぐらい葉が揃ってくれればさ、生き残ってくれた枝なんで、これよくなるよこれ、はい、ということで今日はですね、一泊の、ジン作りと、あ、こっちじゃない、
これですね、シャリ作りということで、うん、ジンはだから枝が枯れても諦めずに、うん、それが残しておくとこういう立派なジンになるんだというのが一つ分かって、うん、シャリはこれね、遠いシャリだったんですけど、うん、これがこう今傷み気に変化しましたっていう、はい、まあ、あのこの時期無理な畳み込みはできないんですけども、まあ、これぐらいの張り掛けならできるよと。いや、タナボタでした。タナボタ、枯らしてタナボタでした、うん、それいいですよね、うん、ないですよね、なかなかね、まあ、こういう木っていうのはなかなかないですよね。足元は本当に良くてね、うん、やっぱり枯らした方がいいですもんね、うん、そうですね、ね、枯らしていこうって、うん、枯らしていくね、はい、うん、最初の状態もね、見てるから、これあれだよ、君ちゃん、鉢替えた方がいいよ、大きいや、きしめのあれにすると、はい、そうですね、規制がどんどん上がるから、わかりました、うん、根はいじくんないで、はい、そのままさ、わかりました、慣れした方がいいと思う、うん、これ、ね、このままにしとくと葉もあんまり伸びてこないと思います、はい、もう完成した木ならこのぐらいの鉢でもね、うんうん、大丈夫だけどさ、はい、まあ、これからの葉作りっていうことだからさ、はい、その時やっぱり半日陰に置いた方がいいやな、 あ、はい、あんまりあの炎天下じゃなくてさ、もしは来年の2月に昼間さんと一緒に出してということで、はい、ということで今日は一日ありがとうございました。どうもありがとうございました、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。